有名パズルゲームと数学、解説します。本屋に行くとパズルや数読の本が人気です。謎解きと数学、そして歴史にはつながりがある。それを気づかせてくれた本が数学パズルオーズアキラ。この動画を見るとパズルと数学、歴史の関係がわかります。遊びを通して数学に馴染みたい人はぜひ見ていってください。今回はパズルを4種類に勝手に分類して紹介していきます。マス目、置換、論理、確率です。では、マス目パズルから。冒頭でも述べた、数読は有名です。マス目の中に、1から9までの数字を、一つずつ入れていくゲーム。ナンバープレイス、ナンプレとも呼ばれています。同様のパズルは、1890年代のフランスで知られていました。3×3 のブロックを使う現在の形式は1979年からアメリカ人の建築家エドワード・アーンスが考えました。これはナンバープレイスと呼ばれました。日本では雑誌ニコリにて1984年に知られています。数字は独身に限る、で数読。その後、世界的なブームが起こり、英語圏でも数読の名が知られていきました。アーンスによると、数学者オイラーが名付けたら天方人にまで遡ります。マス目があり、各列や各行に、一個ずつ異なる記号を並べるもの。オイラーは1700年代に生きたので、約300年前です。ラテン文字は、いわゆるアルファベット。数ではなく、文字を並べていたようです。例えば3マス規模なら、A と C があれば、残りは B と推測する。これは1と3があれば、残りは2と推測するのと同じです。つまり、数読は数を使っていますが、数の計算が必要ないパズル。どちらかといえば、論理パズルとも言えますね。マス目に数を並べるといえば、魔法陣も有名です。マジックスクエア。縦、横、斜め。それぞれ足して一定の数になるような並びです。ただし、同じ数を使ってはいけない。例えば、合計が15の時、4と9のマスがあれば、残りは2です。現代では、フィクションにおける魔法演出として、魔法陣という言葉は使われます。いわゆる魔法演が、魔法陣とは似ていて別物。実は、3×3 の魔法陣は、この形しかありません。似て見えるものは、回転や反転させたものだけ。不思議な気がしますね。この魔法陣は、紀元前約2200年頃の中国、楽書で知られたとされています。亀の甲羅に書かれた、と言い伝えられた。歴景、占いのために使われる模様でもありました。中世のヨーロッパでは、同じ形が、土星に対応する魔法陣とされていました。占いと数を組み合わせたものは、数秘術と呼ばれています。数の並びの規則性には、かつては魔法のような驚きがあったのでしょう。足すと一定の数になる計算で言えば、虫食い算。簡単なケースで言えば、3と四角を足すと7になる。四角は何か。小学校高学年で学び、中学では X といった文字を使い、代数の問題にできます。もちろん、いろいろな数を当てはめるのも解き方。足し算に限らず、様々な筆算を使って、虫食い算は考えられてきました。加減乗除を使って特定の数、例えば10を作るパズルは、小町算と呼ばれるものです。4つの数を使ったパズルは、4つの4、フォーフォーズと呼ばれています。この手の問題は、古くは紀元前1650年頃、古代エジプトから知られていたようです。ウィンドにより知られたパピルスには、数学の問題が残されています。未知の数は、アハと呼ばれていました。アハとアハの7分1を足すと19の時、アハを求めよう。これは現在では、中学校の知識があれば解けますね。より一般には、数読や魔法陣のような問題は、制約充足問題と呼ばれます。制約充足とは、ルールを満たすということ。例えば、異なる数を使わなければならないルール。コンピュータ、プログラムを使って、問題を作ったり解いたりすることができます。その大元になる数学は、離散数学や数理最適化と呼ばれる分野です。とびとびのマス目や整数を扱うのが、離散数学。ルール、条件を満たす中で解を見つけるのが数理最適化です。簡単な問題なら、解くためには地道に総当たりしていくこともできます。時間をかければ誰でもやりやすいのが、マス目パズルの魅力ですね。2番目は、置換パズル。
物を並べ替えて正解を目指すパズルです。最も有名なのはルービックキューブでしょう。パーツを回転させて各面が同じ色に揃った状態を目指します。1974年建築家ルービックによって作られたもの。手動で素早く解く競技も人気で、2018年には3秒台の世界記録があります。その初期配置は約4000系通りあります。この莫大な数字を出すためには組み合わせの知識が使えます。中には簡単に解きやすいものもあれば手数がかかるものもあるでしょう。すべての初期配置を解くための少なくともなんて必要か、その手数は神の数字と呼ばれました。1981年には52手でした。2010年には20手が最小であると証明されました。つまり19手では絶対に解けないような初期配置もあるんですね。こうした分析は数学とコンピュータの合わせ技です。より単純な置換パズルは15パズル。空白のマスを利用して数を入れ替えていき1から15まで並べるゲームです。より小さいものは8パズル。このパズルは1800年代後半アメリカの郵便局長チャップマンが作ったものとされています。アイデアとしては魔法陣を派生させたようです。その後ある種の15パズルを解くために1000ドルの賞金がかけられました。実は配置によっては15パズルはどんなに操作しても完成できません。これを理解するためには数学の群論置換の考え方が役立ちます。初期条件から目標の状態にするために何回の入れ替えが必要か、その置換回数が偶数か奇数か、正解の配置との玉木が一致していれば必ず解けます。一致していなければ必ず解けません。置換の偶記符号はどのような手順に分解しても変わらないのです。もう一つ有名な置換パズルはハノイの塔です。円盤は隣の杭に動かせる。ただし小さい円盤の上に大きな円盤を乗せてはいけない。このルールで塔を反対側まで同じ形で持っていく問題です。1800年代の後半、数学者のリュカによって作られました。解く手順は簡単そうですが、数が増えると時間がかかります。円盤が N 枚だと、最低でも2の N 乗引く1回必要。8枚の円盤なら約250回。ゲームの説明における伝説では、64枚の円盤が写し終わるとき、世界が終わりを迎えるという。計算すると約2000系回、1秒1個なら約6000億年です。生身の人間では時間が足りませんね。より自由度の高いパズルで言えばタングラムパズル。正方形を切り分けた木片を並べ替えて特定の形を作るゲーム。木製のパズルは旅館に置かれているのをよく見ます。起源の一つはストマキオン、古代ギリシャアルキメデスによるパズルです。並べたものを動かして狙った形を作る。入れ替えや置換は大学レベル、群論や組み合わせ論で扱える内容です。行って動かすのは簡単、たどり着くのは難しい。置換パズルは選択肢の多さが楽しめます。3番目は論理パズル。謎々としても人気のジャンルです。有名なのは渡し船川渡りの問題。8世紀のイギリス、神学者のアルキンは次の問題を出します。ある人は狼とヤギとキャベツを川の向こうへ船で運びたい。人のほか船にはいずれかしか乗せられない。ただし残しておくと狼はヤギを、ヤギはキャベツを食べてしまう。どうやってすべて残したまま運べばよいか。狐、ガチョウ、豆に入れ替えたり、宣教師と先住民、嫉妬深い夫など様々なバリエーションが知られています。これを解くためには論理的思考が必要です。例えば初手にキャベツを運ぶのはありえない。なぜなら狼がヤギを食べてしまうから。だから他のケースを考える必要がある。もしこの選択肢を選ぶとどうなるか、可能性とその帰結を検証するのが論理の考え方です。論理パズルといえばクレタ人のパラドックスは有名です。紀元前600年頃に考えられたもの。クレタ人は必ず嘘をつくとクレタ人が言っている。その人が言うことは本当だろうか嘘だろうか、正直者か嘘つきかのいずれかと考えるとどちらも正しくないことになってしまう。これがパラドックスです。論理パズルとしては少し意地悪で謎々に近いですね。一般に
自分自身に言及する文によって起こる矛盾は自己言及のパラドックスと呼ばれています。近代の数学集合論ではこれを利用したラッセルのパラドックスが考えられました。自分自身を要素に含むような集合は存在するのだろうか。その後は自己言及が起こらないような集合の定義がマク考え出されました。ゲーデルの不完全性定理やチューリングの定式性問題は単純化して言えば自己言及のパラドックスを使って不可能性を証明したものです。この命題は証明できないという命題は証明できるか、このプログラムは停止するか判定できるプログラムは存在するか、パラドックスといっても使い道はあるわけです。アキレスと亀や飛んでいる矢は止まっている、ゼノンのパラドックスも有名です。動いているものは瞬間的には少しずつしか動かない、アキレスが動く間に亀も動いてしまう、時間を細かくすれば何回でも亀は先にいる、だからアキレスは亀を追い越せない。この議論はどこが問題なのでしょうか。これは論理パズルというより微積分や物理を学ぶと解決します。時間を無限に細かく分けるからといってその結果が無限にかかるわけではないのです。高校の級数では無限和が有限の値に収束することもあるのを学びます。無限は昔の人にとっては難問でした。論理パズルの派生としてウミガメのスープが近年人気です。ある男はレストランでウミガメのスープを注文した。それが本物のスープであることを確認した後、男は自ら命を絶った。なぜか、スープがあまりにまずかったから、の。回答者は出題者にイエス、ノーの質問をして、真相にたどり着くゲームです。シチュエーションパズル、水平思考クイズとも、起源はおそらく、1800年代後半にはアメリカで遊ばれていた、20クエスチョンズ、イエス、ノーで出題者が回答する形式で、20問以内での正解を目指します。似た形式として、自分が出題者として人物を当ててもらうゲーム、アキネーターは有名ですね。論理パズルの基本は、真か偽か、2つの可能性から絞り込んでいくものです。ただし、狭い意味の論理にとらわれない謎々も人気です。限られた情報、文字から何が起こっていくか推測する、仮説を作って当てる楽しさは昔から変わりませんね。最後は確率パズル。これはゲームと呼ばれることが多いでしょう。サイコロの起源ははっきりとしませんが、3000年前の古代エジプトの時点で使われていました。最古のボードゲームと言われるスゴロク、セネと、その進み具合を決めるために2面の棒を投げていました。いわば2面ダイスです。コイン投げと同じですね。古代エジプトとゲームを扱った漫画遊戯王は有名です。主人公のおじいちゃんの名はスゴロク。古代からあるゲームとしてサイコロ遊びがある。サイコロのことわざといえばサイは投げられた。紀元前50年頃カエサルによる引き返せないことを表した発言です。これまでのパズルと決定的に違うのは結果が想像通りにならないこと。運試しの確率的なゲームです。現在中学校や高校で確率を学びます。その確率論の起源は中世ヨーロッパで見出されました。サイコロやトランプやコインを使った確率のゲームが人気だったんですね。金銭をかけることを考えると自然と期待値の問題になります。宝くじやギャンブルにのめり込みすぎないためには確率論が必要です。日本では確率の扱いやすいゲームとして麻雀も人気ですね。対戦カードゲームでも突き詰めると確率を理解した方が上手くなれます。さらにはテレビゲーム、ビデオゲームにも確率、乱数、RNG は欠かせません。例えばポケットモンスターでは技が命中するかボールで捕獲できるかは確率で決まります。低確率 30% の一撃必殺が当たる時には爽快感があるわけです。ブロックを使ったクラフトゲームマインクラフトではマップがランダムに生成されます。ランダム性があると毎回同じゲーム展開にならず飽きないゲームとして人気になります。確率一本の楽しみで言えばスマホゲームのガチャ、低確率の当たりや全てのパターンを引き当てようとするもの、お金を出して運を試す、これだけでゲームになるのだから驚きです。確率パズルとして有名なのはモンティ・ホール問題。3つのドアがあり1つ当たりがある。
回答者が一つドアを選んだ後、出題者は残り二つのドアの置き外れ一つを教えてくれる。ドアを変更すると当たりを引く確率は上がるだろうか。当たりの場所は決まっているのに、実は変更した方が確率が上がります。知っている情報が増えると確率は更新できる。条件付き確率の問題です。この問題に限らず、人間が直感的に思う確率と理論的な確率には食い違いがあります。基本的にパズルは思い通りに解けた時が気持ちいいものです。ところが確率ゲームは思い通りにならない時があるからこそ、うまくいった時の刺激が強い。自然環境や人生は時にままならないものです。スヌーピーには配られたカードで勝負するしかないというセリフがあります。祈りや運命論を超えて確率を考えられるとゲームは上達します。マス目、置換、論理、確率、パズルやゲームと数学や人間のつながりを感じてもらえたら嬉しいです。他にはチェスや将棋のような対戦ゲーム、丸×ゲームや五目並べ、一筆書きや迷路、これらも魅力的ですが紹介しきれませんでした。ぜひ数学パズル大図鑑をチェックしてください。学校では遊びの数学にあまり触れませんが、小中学生や遊び好きの大人に読んでほしい。概要欄に Amazon へのリンクがあります。